ダブケ、またはダブカは、レバント地域とイラクの一部で、固有のアラブの舞踊の一つである。ダブケは、演舞とラインダンスを組み合わせて、レバノン、シリア、ヨルダン、パレスチナなどのコミュニティで、婚礼などの楽しい場において、広く行われる。イラクにも、同種のジョビーと呼ばれる踊りがある。踊りの列は大抵男女別なく、右から左へと形作られ、ダブケの踊りのリーダーは、 その列の先頭で見物人に向き合ったり他の踊り手たちに向き合ったりする。踊りにはリズミカルな踏み鳴らすようなステップ、キック、速攻するステップ、ホップ、ジャンプが含まれる。ダブケを踊る男たち1880年パレスチナではダブケのジャンプは作物がよく育つようにとの思いを込めた古代の古代のカナン人の法上の儀式に由来するとの説がある。 これにより邪気を払い、苗の安全と成長を守ることができるとされていた。民族伝承によると、ダブケの踊りは、レバント地域由来とされている。この地では、家が石造りで、屋根を木材、藁、土で作っていた。土の屋根は均一に圧縮する必要があるため、皆で揃って土を固く踏み固めなければならなかった。この共同作業は、イワンと呼ばれ、 助けを意味するオーネという掛け声に由来する。この作業からエール・エイ・ダラウナという歌が作られた。ダブケとそのリズミカルな歌は楽しみながら仕事をしっかり行うために仕事と一緒に行われている。ダブケには主に6つのタイプがある。あるシャマリアはおそらく最も有名なダブケの一つである。手を繋いで半円を作った男たちの戦闘でローベイが踊りをリードする。 ローベイには踊りの正確さ、即興能力、そして素早さで秀いてていることが期待される。ミジューイズやアルグールで演奏するダルオーナの曲を二人の歌い手と共に演奏家がソロの演奏を始め、ダブケが始まるのが典型的である。踊り手は曲と同期した動きやステップを編み出し、歌い手が歌を終えるとローベイは列から離れて自分一人での踊りを始める。 ダブケのリーダーは男性たちのステップが一つになるのを見計らって、それに合わせて踊り手の踊るペースを抑え、右足を左足の前に交差した動きを始める。ローベイは踊り手たちに踊りのベースのリズムを伝え続け、このタイミングで婚礼等のイベントのゲストたちがダブケの列に加わっていく。以上が結婚式、活礼、旅人の帰還、囚人の解放。 国民の祝日などの家族の祝賀の場において、ダブケが国民性を示す場として最も一般的で親しまれている形である。あるシャラウィアは男性だけが踊り、重いステップで踏み鳴らすように踊るのが特徴的である。このタイプのデブカでは、ローベイが最も重要な役割を担う。あるカラーディアは、ローベイがいないのが特徴的である。ゆっくりとした踊りで、 その輪の中心には、アジフと呼ばれるフルート奏者がいる。アルファラは、最も活発に踊るタイプの一つで、それゆえに、高度な身体能力が必要な踊りである。アルガザルは、右足の三つの強い、踏み鳴らす動作が特徴的で、大抵、踊ると疲れ果ててしまう。ヨルダン川西岸地区のアルビレにてダブケを踊る、男性たちあるサヒアは、パレスチナやヨルダンで人気のある踊りで、 イギリス移民党治療パレスチナ時代から非常に人気を博すようになった。主にパレスチナの北部及び中央部で踊られ、南部ではさらにアルサマー、アルダヒーヤの二つのタイプがある。アルサマーでは二列の男たちが向かい合い、民族的な技を競い合う。時には即興動作のほか、互いをなじり合い、その言葉のやりとりの巧みさを競う。アルダヒーヤは、 同種の踊りのベドウィン版で、プロの女性の踊り手二つの男性の列の間で踊り、踊り手の気を引くべく男たちは競い合い、時には踊り手に金を与えたりする。あるサヒアは、ザガット・アル・アリスと呼ばれる、振動の披露宴の前に、夜に行われるのが通常である。その村の参列者の男たちのほとんどが加わり、時には男たちは他の婚礼の祝いに出席したり、 直接踊りに加わったりもする。ヨルダンには19種のヨルダン風のダブケがある。そのうちの一つのホブルマウィディアは男女たちが一緒に連なって踊るヨルダン風のダブケの総称だが、ヨルダン風のダブケはこれ以外にも以下のタイプがある。パレスチナには2つの一般的なタイプのダブケがある。一つは、あるシャマリア、あるシャラウィア、あるカラーディアなどのタイプである。 あるシャマリアとあるシャラウィアは6小節、あるカラーディアは4あるいは8小節で踊る。もう一つのタイプは、ドブカニズファーニウイで女性によってのみ踊られる。各タイプのダブケには、それぞれに対応する曲があり、そのテーマは、愛であることが多い。女性のダブケオックスフォードインターナショナル、エンサイクロペディアオブダンスでは、ミドルイーストの章で、その他のラインダンスについても言及している。 ある列が死を唱え、他の列がそれに別の死で応答し、その後に太鼓の表紙に合わせて皆が動く。これには、観衆的に地域の人々がみんな参加する。その間、女性の踊り手たちはまっすぐに並び、家の織り棒を持って、歯切れの良いステップで進む。男性も女性も暗唱した死を唱える。同様の踊りが、モロッコで、ドゥカラとして知られている。 その一つのバリエーションでは、一人ずつの男女が、お互いに向かい合い、競い合うように誰が、最も長く踊り続けるか確かめるように競い合って、踊る。その機会や、歌、聴衆に応じて、男女それぞれに、ダブケのために歌われる数多くの種類の歌がある。人気が高い歌に、ダローナー、アルジャフラ、アルダヒーヤ、ザリーフ、イルトール等があり、 実際にはそれら自体がジャンルをなしており、基本的なリズムは一貫性があり認識できるが、その歌詞はそれぞれの場で大きく変わることがある。ALA ダルオーナー、ジャフラなどの特定の曲でも何百もの歌詞が派生した曲を聞くことができ、そのリズム、時には特定のフレーズによって同じものと認識できる。例えば、ALA ダルオーナーという有名なラブソングで以前に異なる。 話のストーリーを聞いていた人も同じリズムで別の話の歌でもだるオーナーを思い出すことができる。ウードは半分に割ったヨうなのような形をしており短い大きく反ったネックを持つ。ロックコースの復元を持ち通常はわしの羽をバチにして演奏する。この楽器は深くて穏やかな音を生み出す。ミジューイズはその名前は二重を意味するアラビア語に由来しレバノン音楽で とても人気が高い。リードを持つクラリネットの一種で、端の円形の開口部から自然に息を吹き込み、管の前の思考を指で操作することで演奏する。ミンジェジャイラは、ミジューイズと似たフルートで、ミジューイズと同じスタイルで演奏する。ダラブッカは、小さな手持ちの太鼓で、最も広く演奏される、打楽器の一つである。大抵のダラブッカには美しく装飾されており、木与える。 骨材による造眼、エッチングした金属や塗装によって、均等地域の典型的なデザインが描かれている。ダラブッカは広い首の花瓶の形の開口部に、ヤギや魚の皮を貼って、膜音を鳴らしている。気候の関係で、現在では、魚の皮を使うことは稀になっている。今日では、合成樹脂製の膜で作られており、エジプトのアレクサンドリア製が一般的である。 本体は通常はドッキカ金属で作られており、左腕の下、または足の間に置いて演奏する。強いビートの場合は、中央部を、鋭い中間ビートは端部を叩く。使っているうちに膜が緩んでくると、ヘッド部分を温めて、正しい音が出るように戻したりする。ダフは、小ぶりのリックともども、タンバリンに似た形状の楽器である。円形の枠にヤギ、または、 魚の皮で片面に膜を張って作られている。円形の枠には金属の円盤の組が組み込みまれており、叩いた時に音が鳴るようになっている。この打楽器の音は多くのアラブ音楽、特に古典作品の演奏でリズムを奏でている。アルグールは独奏、あるいは歌手と共に演奏し、デブカを始める時に鳴らされる。ミジューイズと違い、管の片方にだけ思考がある。 2011年8月、レバノンのダウアー・エル・クーター村にて、ダウアー・エル・クーターサマーフェスティバルが開催され、5050 50人によるデブカの踊りの列が作られ、世界記録を樹立。現在も、世界記録を保持しているレバノンの記録に破られるまでの記録は、モントリオールのマースリン・ウィルソン・パークで開催された、フォールクリューリーク・レシュバリエ・ジュリーバン、トラブ、 レバニーズ・スチューデント・フェデレーション主催の参加者4,475人が、ラブケを5分以上踊った記録であった。さらにその前は、トラブが持っていた記録で、イスラエルのアッコにて、イスラエルのアラブ系市民による2,743人で、最も初期の記録では、トロントでの1,700人のものがある。ありがとうございます。